はい。流進法でございます。えー、なんか今連続で話してるんですけども、やっぱちょっとね、喋り慣れてないというか、半年間ね、こうやってまとまって喋るような機会がなかったんで、まあ非常にこう、肺活量を使うというか、あの、もうちょっと今疲れてます。<laughs> 疲れてて、ちょっと、さっきもね、あの、人休憩入れてから次の、あの、文をね、取るっていうような形になってます。 ちょっとお茶失礼します。もう最初ね、あの、今、満パンにね、最初取り始める前に、あの、お茶持ってきたんですけど、も空になっちゃいました。そんぐらい結構、その、疲れますね、喋るのね。結構疲れて、ね、あれ、結構喋るのってこんなに体力必要だったっけみたいなね。そんな感じです、今、今はね。 まあリリハビリみたいな感じでねまあでもちょっとねあのー、まだじゃあ今回ね撮り始めたからって言ってまた連続でずっと更新し続けられるかどうかちょっと微妙な場面なんですよ今今そのお仕事の関係とかねそういうのを見ると結構そのまとまった時間をがある時を見計らって一気に撮,撮っちゃおうみたいなね あの、スタイルになるかもしれないなっていう、そんな感じですね。はい。そんな感じです。で、あの、今回ね、あの、まあ、うちに新しい家族が来ましたっていうお話をしたいと思うんですけども、あの、まあ、前の話でね、まあ、16年間、あの、飼っていたワンちゃんね、愛犬が亡くなってしまったって話したんですけども、あの実はですね、 あのうちの妻があのペットロスになってしまったんですよ。で、まあ、それが結構ね、あのー、ちょっと見てられない感じでして、あのー、妻が飼ってたワンちゃんじゃないんですけどね、うちの、うちのね、僕がその結婚する前からずっと独身の頃からね、飼ってたワンちゃんなんで、妻の、 あの飼ってたワンちゃんじゃないんですけどもうすごいね可愛がってくれたんですよ本当にその,の妻がねワンちゃんのことをすごい可愛がってくれてまああのちょ,ちょっと妻の話を少しすると、まあ、ワンちゃんとかニャンちゃんとかねそういう動物を飼ったことがない家で育ってまあどっちかっていうとこう動物を見てる見てる 見たりね、そういう分には好きなんだけど、ちょっとこう、怖い動物怖いみたいな、そんな感じの人だったんですよ。だから最初、うちの愛犬と合わせた時も、結構怖がっちゃってて、まあ昔、あの、ワンちゃんに噛まれたっていうこともあるみたいなんですけどね、そういう経験もあるみたいで、なんか怖、怖がってたんですよ。あだからちょっと、うちのことは難しいのかなと思ってたんですけど、結構ね、 あの努力家の一面もあってあのすごいねうちのあのワンちゃんとこう仲良くなってくれるように努力してくれたんですよね。で散歩なんかもよく一緒に行ってくれたりしてまあほに最後ねそのワンちゃんともいい思い出ができたのかなっていうふうに思うんですけどもあの。 まあ僕もかなりペットロスにはなっちゃったんですけど、まあ夫婦二人でね、非常にそのペットロスの状態になってしまって、まあ精神的にかなりこう辛いというかね、あの、うん、まあ辛い時期が続いてたんですよ。で、まあ、しばらくはね、そういう形で、あの、 日々をね、まあ、悲しみに耐えながら日々を過ごしていたんですけれども、まあ、こう、どうにもこうにも、こう、治らないんですよ。うん、妻のロスがね、ペトロスが治らなくって、で、一回ね、あの、小鳥を飼いたいって言い始めた時があって、 まあ、小鳥みたいな小さい動物であれば、まあ、その、怖くはないというかね、可愛らしい存在なので、まあ、自分でも買えるだろうみたいな感じで、ペットショップ見に行ったりしたんですけれども、あの、なかなかこう、優柔不断なところがあって、あの、妻がね、優柔不断な性格なところがあって、こう、見には行くんだけど、決められないみたいなことがあったんですよ。まあ、そういうことがあったんで、 まあ、あの、僕がね、まあ、あの、プレゼントとして、あの、妻にね、小鳥を、あの、石瀬インコを買ってったんですよで。それから、それでね、あの、今、家族が増えまして、赤瀬インコが1羽ね、あの、うちに増えたんですけれども、あの、僕自身はね、鳥を飼ったことが今までなくって、 あの実家の方ではね今まで犬3匹飼ってて猫はね5匹6匹ぐらい飼ってたかな今までねいろいろこう年代ごとに違うんですけれどもねあの出たり入ったりしてるんですけどまあ年代ごとに違うんですけどまあそれぐらいワンちゃんとかニャンちゃんはずっと飼ってたんですけども鳥はね飼ったことがなかったからね もう全然生態がわかんないんですよ。もうどう接していいかもわかんないっていうかね。あの、まずそもそも何食べるんだとかね。もうそこら辺からわかんなくって。あの、まあ今年ホワイトデーのお返しでね。あの、として、あの、妻にプレゼントで、あの、お迎えしたんですけれども。まあそれから僕もすごい鳥についてはね、調べまして。まあ、あの、 石犀インコっていうのが、まあ、大きい、大きく分けると、インコっていう名前ですけど、インコとオウムっていうのは、あの、近い仲間でね、まあ、オウム科なんですよ。だから、インコとオウムっていうのは、あの、近い仲間で、なんとかインコっていう名前がついてるけど、オウムの仲間だったりね、そういうその紛らわしい名称があったりとかとか、まあ、いろいろそういうね、ことを勉強したりして、あの、今、飼ってます。 でね、あの、本当にね、石瀬インコはね、面白いんですよ。なんか、あの、小鳥の中で非常にこう人気があるというかね、あの、まあ、ペット、ペット業界のツートップは犬と猫じゃないですか。もうこれはもうずっとね、揺るがないんですけど、まあ、その、その、その時点でね、時点で、まあ、鳥業界、鳥業界のペットの中で一番人気が赤瀬インコらしいんですよね。 とか、まあ、あとメジャーなのだと、文鳥とかね、オカメインコとか、そこら辺が、まあ、かなりこう、人気というかね、メジャー、メジャーなね、あの子、子、たちらしいんですけれども、まあ、ほにね、セキセインコはね、こう、人懐っこいしね、あの、元気だしね、可 <laughs> 愛いいんですよ。で、ツンデレなところがあってね、 あので、感情も豊かなんですよね。でね、なんていうのかな、すごいね、秒単位で感情が変わるんですよ。なんか、怒ってたかと思うと、次の瞬間すごいデレデレって甘えてきたりとか、感情の変化がね、切り替わりがすごい激しくて、これワンちゃんとかとは全然違うなって感じ、感じなんですよね。んで、もう、メロメロですね。 もうだから、ペットロスはね、あの、今飼ってる小鳥のおかげでね、こう、克服できたかなっていう感じなんですけれども、まあ、なんかやっぱすごいですね。ペットの力って。なんかもう、本人は、あの、ただ一生懸命生きてるだけっていうか、もう小鳥は特にね、あの、一生懸命生きてる感がすごいんですよ。なんかこう、 何て言うのかなちょっとうまく表現できないんですけど、とにかく、こう、一生懸命生きてる感があるんですよね。うん。で、なんかその、仕草とかもいち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 可愛いんですよ。なんかこう、結構ね、あの、うちの子は人慣れ、もともと人慣れしてる子で、 あの、買い始めたその日ぐらいからもう指に乗せることができたぐらいは非常にこう人慣れしてたんですけどあの、まあ、指に止まってるんだけどこう眠い、眠いかったりするとこう眠いのを我慢しながらあの、寝ながらこう指の上で寝てるんですよね <laughs> 寝。寝ながら、寝ながら、えっと指の上で ね、寝てるんですけど、ケージには帰りたくないみたいな、そういうなんか、こう、ケージにはえもうねんででしょみたいなね。帰りたいでしょみたいな。いや、もう絶対眠いでしょみたいな感じなんだけど、指から離れないみたいなね。そんなね、感じで、本当に無邪気でね、可愛らしいですね。で、なんか動画もね、撮ったりはしてるんですけど、 あの僕もいろいろ最近調べて YouTube のペット動画いろいろ撮ってる人とか出してる人のこととかも調べてみたりもしてるんですけどちょっとうちの場合はねプライベート空間と鳥さんの飼ってる空間を分けられないのであの鳥さんを撮ってる動画の,の部屋の中がもうプライベート空間なんでちょっとそれがねあの他人に見せられる状態ではないっていうような感じなんですよね。 やっぱね、ペット動画撮ってる人すごいなぁとも思う、思いますよ。やっぱ専用のこの空間があるんですよね、大体。撮っていい空間というかね、撮影していい空間みたいなのをちゃんと覚悟してやってるんで、まあそれはね、すごいなぁと思いますね。うちはね、ちょっとプライベート空間があまりにも、あの、こう映り込みすぎちゃってて、 で、かといって、じゃあ、その、撮影できる場所あるかっていうと、別にそういう場所もないんですよね。そう。な、なんで、ちょっと、あの、すごい可愛らしい、うちのね、我が子を、皆さんにちょっと見せるのは難しいかなとは思います。ただ、ちょっとね、まあ、お出かけしたりとかで、あの、ちょっと撮ったりしてる動画なんかはあるんで、まあ、そういうのは、まあ、なんじゃない、もう、一つの動画ってよりは、 まあ、ちょっと撮りました、みたいなね。こんな子です、みたいな。ちょっと紹介みたいな感じで撮る、撮,撮るっていうか見せるような感じですかね。そんぐらいしかできないかなっていうふうに思います。はい。まあ、そんな感じでね。まあ、こう、生活に潤いをね、与えてくれている、あの、うちの、あの、子にね、感謝をしております。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。失礼いたします。